1971年大韓民国大統領選挙は、第三共和国時代の大韓民国で第7代大韓民国大統領を選出するために1971年4月27日に行われた大統領選挙である。なお、韓国では選挙の回数を大回ではなく大々と数えるのが一般的である。大統領の任期4年が満了したことに伴って実施された選挙である。1969年に参戦禁止規定を撤廃するため憲法を半ば強引な手段で改憲した後に行われた本大統領選挙は与党民主共和党の大統領候補、朴正熙と野党新民党の大統領候補金王柱による事実上の一騎打ちとなった。1970年9月の新民党全党大会で金ヨンサムと李哲章を抑えて大統領候補に指名された金大中は、郷土予備軍廃止、労使協同委員会の創設、非政治的南北交流、四大国保障案、三段階統一案などの革新的な主張を選挙公約に掲げ、朴正熙の安保論と経済成長の虚構性を正面から攻撃し、予想外の国民の支持を集めた。対する朴正熙は、今回が最後と繰り返し強調して選挙戦を戦った。選挙結果は、朴正熙が有効得票の 53.2% を獲得、金大中に95万票余りの差をつけて勝利したが、不正や不法、官憲選挙と野党や在野から非難された。敗れた金大中は 45.3% の得票だったが、首都ソウルでは 59% の得票で 40% の朴正熙を上回り、全都市部の合計票でも朴正熙に勝利した。第6代選挙で顕在化し始めた地方、特に湖南と嶺南地方の票の偏在が進み、金大中は全羅北道で 61.5%、全羅南道は 62.8%、朴正熙は、京湘北道で 75.6%、京湘南道で 73.4% を得ている。この選挙で予想外に苦戦し、直後に行われた国会議員総選挙で野党新民党が躍進し憲法改正阻止選の3分の1を上回る議席を単独確保したことで、正常な方法による再度の政権担当は不可能と判断した朴正熙は、1972年10月に10月維新を断行して維新体制を発足させた。ありがとうございます。